近畿大学はこちらをご覧ください。ここでは産業理工学部経営ビジネス学科について紹介されています。近畿大学産業理工学部があるのは緑豊かで福岡市にも北九州市にもアクセスが良好な福岡キャンパス。全5学科13コースが設定されています。その中で経営ビジネス学科が目指すのはあらゆる組織で対応できる問題発見能力と解決能力を備えたマネジメントのプロです。経済界の第一線でキャリアを積んだ教員たちが1年次からフィールドワークやグループワークを取り入れた実践的な講義を展開。2年次からは経営マネジメントコース、グローバルコースに分かれ、経営学や会計学、さらに世界のビジネスに通用する経営戦略を深く学んでいきます。学ぶ上で心強いのは学生7人に対して教員1人という少人数制を取り入れていること。学生自身が自ら課題を見つけて問題解決能力を高められるよう一人一人をしっかりサポートしてくれるんです。グローバル経営コースではスポーツボランティアとして南米に学生を派遣し交流を行うなど、国際的な社会貢献を見据えたユニークな活動も展開。4年間で身につけたマネジメント力を生かし、将来は公認会計士や中小企業診断士、ファイナンシャルプランナーなどを目指すことができます。